皆さんからリクエストを寄せられたアンケートについて10代から60代までの1000人に調査した結果をまとめました。今回実施したアンケートはプロ野球のスタジアムの中で好きじゃない球場、行きたくない球場はどこという内容です。では早速見ていきましょう。12位は横浜 DeNA ベイスターズ横浜スタジアム。みんなの意見はこちら。通路が狭かったり観客席の上の方まで行くと階段の角度が急で正直危ないと思った。子供連れで行くのは大変だと思う。どうしても関東となると巨人のイメージが強すぎるが、一方の横浜はローカル感があり、なおかつ球団もあまりに馴染みがなくて存在感が薄い。関東に行った際わざわざ横浜まで行くのもなって気がしてしまうため、ドームや神宮でいいかってなってしまう。11位は福岡ソフトバンクホークス福岡ペイペイドーム。みんなの意見はこちら。球団としての立ちが非常に悪く、試合を見たいと思わないし見ていて腹が立つからお金を払ってこんな球団の試合を見たいなんて思わない。福岡ということですが、住んでいるところからは遠くてなかなか行けそうにもない。福岡にあまり思い入れがないためあまり行きたいとは思わないです。なんか楽しみにしていた割にいまいちだった。期待しすぎていたのかもしれない。10位はオリックスバファローズ京セラドーム大阪。みんなの意見はこちら。何度か野球観戦したことありますが、とにかく観戦するには不自由な球場です。ボールの行方が分かりにくく、今まで行った球場の中でダントツに最低な球場です。準本拠地のホットモットフィールドが最高に見やすく素晴らしい球場なので残念です。大阪の主要地ならどこからでもアクセスが便利なこと以外、球場自体に魅力は感じません。席によって死角になる場所が多く、観戦がしやすい球場ではないと思います。オリックスも強い球団だが、やはりなんだかんだで阪神を応援してしまうので、なかなかオリックスの試合を見に行く感じにはならない。織姫というほど女性ファンが多いチーム、若いイケメン選手も多いし、イベントも盛ん。一度参加してみたいと感じている。でもだからなのか、球場の雰囲気は好きじゃない。この球場で観戦したことがあるが、とにかく見にくい。というのが一番のイメージです。準フランチャイズのホットモットフィールド神戸の球場の方が見やすいし、いかにも野球場って感じで好きなので、なんであんな見にくいし、雰囲気の暗い京セラドームを本拠地にするのか、オリックス球団の神経を疑います。9位は北海道日本ハムファイターズエスコンフィールド北海道。みんなの意見はこちら。交通アクセスはいかなるイベント会場でも重要な要素となりますが、最寄り駅からのアクセスが悪いと聞いていますので、行くのは良いが帰るのは人混みで大変そうだと想像してしまします。監督のやり方が他の監督がやらないようなやり方でいいなと思うことが多いものの、球場の近くに公共交通機関がないのが不便だなと思うため、遠い球場はなかなか行くことができない。球場の立ち上がり段階からエスコンフィールド北海道のバックネットの距離が、本塁からバックネット側のフェンスの距離が約15メートルであり、公認野球規則ではホームベースからバックネットまでの距離は60フィート約18メートル以上を必要としており、このためエスコンフィールド北海道は公認野球規則の基準を満たしていないと指摘された点も残念。野球観戦をしにわざわざ行くにしては遠すぎるから、日本ハムのファンではないからエスコンフィールドという会社がよくわからないから、あまり活気が感じられないから、最も新しいプロ野球のスタジアムだが、行くまでの交通手段が少ないと多い、設計ミス等いくつもの悪い記事をネットで読んだため行きたいと思わない。8位は東京ヤクルトスワローズ明治神宮野球場。みんなの意見はこちら。個人的にヤクルトは好きなのだが、明治神宮野球場は伝統があるが、最近の新しさが感じられない。努力はわかるが今一つである。大学野球しか思い浮かばない球場で馴染みがありません。日ハムファンなのでセリグチームにも馴染みがなくて、新しくもないので魅力を感じない。歴史はあるかもしれないが、球場が狭くホームランが出やすいため野球を見ていて面白くない。屋外球場ならではの開放感も甲子園と比べてしまうと少ない。球場がどこもボロい。スタンドに上がる階段はぐずれそうで怖い。グランドが狭くてホームランがやたらと出る。古い印象です。
何度かリニューアルもしていますが、魅力的なゾーンや施設の充実度は他に比べてないように感じます。子供の頃、巨人ファンで神宮球場に試合を見に行きましたが、逆転負けで、しかも東京音頭を歌われて、子供ながらにめちゃくちゃ腹立たしかったので笑い。7位は東北楽天ゴールデンイーグルス楽天モバイルパーク宮城。みんなの意見はこちら。地元の球場だか何を置いても値段が高い印象。屋外球場は他にもあるが、東北ゆえに寒い時が多い。現金が使えないのも辛い。寒い時は選手たちもネックウォーマーなどをしてプレーしている状況も見るため、天候に左右されやすく寒いのではないかと感じるから、東北は寒そうなのとエスコンフィールドと比較して魅力がそれほどなさそうだから。ただ全面天然芝なのでそこには魅力を感じる。エスコンができるまでは先進的で良いなとは思っていたが、今となってはどうしてもエスコンの介護感としか見れなくなってしまって興味が薄くなった。楽天ファンではないことと楽天カラーが強く出すぎているからです。もう少し仙台色を球場からアピールをしたらいいかと思います。春先の仙台は結構天気が悪い日が多く、今後可能性があるならばぜひドーム型球場にしてほしいと思います。北海道のエスコンフィールドもあり、さらに新しい感じがする球場ができることを願っています。6位は広島東洋カープ松田ズームズームスタジアム広島。みんなの意見はこちら。広島ファンではないこととアウェーチームのファンが入場しづらいからです。駅から近いのはいいのですが、広島ファンばかりの入場だとアウェーチームの応援の熱が冷めるからです。カープファンだけが優遇されていて、対戦チーム側の観客席が天井席で怖いので行きたくないです。あまりにも不公平な施設だと思います。まずビジター感染者に優しくないですよね。広島ファンのイメージも良くないし、巻き込まれたくないなと思ってしまう。広島ファン以外の居心地が本当に良くない球場でビジターユニフォームを着ていたら絡まれた知り合いもいます。場所もあまり魅力的ではないし行きたいと思えません。そもそも広島東洋カープが好きではないからです。他の球場よりもさらにアウェー感が強くて行きたいとあまり思いません。他球団ファンからすると少し怖い感じがします。なんとなく狭い球場のイメージがあり、球場の景色がダイナミックでなく田舎の球場のイメージである。フェンスも低いようでプロ野球のダイナミックさがないので行きたくない。マツダズームズームスタジアム広島球場かな。広島に行くこともないし、別に自分から進んでいきたいとは思いません。ただ出張等で広島に行く機会があり、時間があれば行ってみたいと思います。5位は中日ドラゴンズバンテリンドーム名古屋。みんなの意見はこちら。阪神ファンとしてはギスギスした関係の敵地には好んで足を運びたくないという感情が先行するからです。あくまで他の球団の土地やファン、アクセスの良さが魅力的だから消去法で最下位になったという理由です。地元が中部地方なので応援や観戦するのに近くて良い。最近は弱いので心配。中日ファンではないということが一番大きいのですが、名古屋まで遠征してこの球場に行くかと言われると、おそらく味噌煮込みうどんに流れる可能性の方が高いと思います。ドームの色味がチームカラーの関係もあるが、全体的に冷色で質素に見える。またフェンスも異様に高くて、今のチーム状況的にも行っても試合が淡白なものになる気がする。なかなかメジャーな選手が少ないこととファンサービスに関しては今一つ積極的ではないというイメージがあります。名古屋という場所がいまいちなのかもしれませんが、一度観戦に行ったが球場までひたすら歩いて行ったような思い出がある。自分が調べてないだけだったのか、もっとわかりやすい案内がその時は見つからなったので印象が悪い。中日ドラゴンズに全く縁がなく、周りにもドラゴンズファンがいないのでなんとなく興味を持たないからです。結構古いし別に行かなくてもいいかなと思いました。照明が薄暗く陰湿なイメージが強い。中日打線があまりにも弱いので面白い点の取り合いの試合は見られなさそう。外野にテラス席が設置されてホームランが増えないといくことはないだろう。スター選手が不在、観戦していても監督やコーチばかり見るような気がする。強い弱いに関わらずチームとしても地味さが目立つ。歴代監督がそうさせたのかもしれないが、実際観客動員は少ない。北海道の人間なのであまり愛知県に馴染みがないのが一番の理由です。そのためあまりドラゴンズも身近ではなく、選手もあまり知らないためより知ってる選手が多い球団の試合を見たくなってしまう。
球団が好きではないので行きたくない。親戚がみんなこの球団のファンでテレビに釘付けになって応援している姿を見ていて引いてしまった。他の球場試合でもこの球団の試合は見たくない。4位は読売ジャイアンツ東京ドーム。みんなの意見はこちら。あまり身長が高くない自分でさえとにかく座席が狭く感じる。グランドも狭くてホームランがやたらと出る。読売の本拠地東京ドームには魅力はありません。球場も狭いしどんどんホームランは出るし、あんな球場でプレーする選手はどうなんでしょうか。基本的に行きたくない球場というのはないが、アンチ巨人なのでプロ野球を見に東京ドームに行こうとは思わない。社会人の年代以降は見てみたい。人が多すぎて行き帰りの電車や食事に困るため、スタジアム内の食事が高いと感じるため、球場内も席間や通路が狭く感じるため、他の球場ならちょっとした外野フライな当たりなのになぜかホームランになってしまう謎な球場。空調のせいかもしれませんが何の魅力もない。あまりにもありきたりの球場であり、エンターテイメントに寄りすぎているところが魅力を感じないポイントになってしまいます。東京ドームに興味がないというより巨人が苦手なので選びました。いろんなイベントもあって映像でもよく見ているイメージなので行かなくてもいいかなと思いました。日本初のドーム球場で開業当時はワクワクしたものだが、30年以上経った今ホームランが出やすい球場の代表格のような存在になってしまっているのは残念。何度も行ったためもはや新鮮さを感じない。ドーム球場がなかった頃は行ってみたい気持ちもありましたが、もうあまり珍しくもなくなりましたし、大嫌いな巨人の本拠地なのでちょっとどうでもいい感じです。何度かジャイアンツ戦を観戦しに行っていますが、ファンの質の悪さ、観戦シートの汚れ具合が気になってしまい観戦に集中できなかったことが多いです。小さい頃からアンチ巨人ファンとして育てられたので、ジャイアンツ戦を見る気があまりありません。チームとしての魅力があまりないというのが理由です。スタジアムとしては少し古いので、どうせなら新しいスタジアムに行きたいです。まずは読売ジャイアンツが大嫌い。阪神タイガースのファン骨組みがなく気圧で球場の形になっているらしいけど、空調の関係で打った球が飛びやすいなんてありえない。はっきり言って欠陥球場だと思います。駅から近く交通の便は悪くないと思うけれど、周りにアミューズメントパークなどもあるせいかとにかく周辺に人が多いのが苦痛。また出入り口が回転扉ということも無駄に時間がかかってしまう。3位は千葉ロッテマリーンズ ZOZO マリンスタジアム。みんなの意見はこちら。海の近くにあるため風が強く野球の試合の施設としては不向きだと思う。ロッテファンがぴょんぴょん跳ねている印象以外にこれといって話題性がないと思うから、千葉県在住でいつでも行ける近い球場なので、また一度試合で利用したこともあり、かつドーム型ではないので魅力を感じないため、何かいつもタオルを振り回している読売を彷彿させる応援スタイルにどこかサッカー観戦のような雰囲気を出しているファンの層も好きになりません。屋外であること強風なイメージがあるため、チームとしては若手が台頭しており楽しそうなチームだとは重々思っています。旅行だけで行くには球場周辺に何もなくつまらないという点があり、また観戦目的でもロッテの試合を見たいとは思わないからです。以前球場の近くまで行った際風が強かったので、その状況で野球を見るのはしんどいと思ったから、ロッテファンの熱気についていけなさそうだから、地理的に雨風が強いことがあると思います。球場までの移動も遠い感じがしますし、見ている間も体力的に辛そうなので、風が強すぎて野球観戦に注目しにくいから、球場のご飯のバリエーションが少なくあまり食べたいものがなかったため、数年前の印象なので今は変わっているかもしれませんが、球団がそもそも好きではない、ユニフォームも好みではない、球場そのものではなく球団が好きではないので、他の球場でのこのチームの試合は見たくないです。自宅からの距離が中途半端なので、デーゲームでは早朝に家を出なければならないし、ナイトゲームでは帰宅が非常に遅くなってしまう。宿泊するにはもったいない距離であり、積極的には訪れたくない球場。チームと応援団は素晴らしいと思いますが、野球は環境も重要です。せっかくの良い試合がたとえ仕方がないこととはいえ、強風により影響が出たのではなんだか釈然としません。
めったにそんなことはないのかもしれませんが、起こる可能性があることが今一つ魅力的だとは思えないです。こちらも前回答と同じで、私の住んでいるところからアクセスが悪いことです。あと駅から歩く距離がかなりあったように思います。時間つぶしもイオンしかないので、マリーンズにはいい球場ですが、風が強い時にマリーンズが優位に立ちそうな球場だと思っております。以前に地盤沈下ということもありまして、行ったことがないので分かりませんが、雨が降ってきたら帰りが大変そうです。千葉にもロッテにも縁がないからです。若い時は球場に足を運んでいましたが、今は涼しいところで観戦したいと思うようになりました。興味のない球団だし、わざわざ球場へ行かなくても家で見たらいいやって感じです。テレビで見る限り風が強いので、不安の連続が出るたびに、なんか不公平というか、まともな勝負ができないのではと思うからです。そもそもそんなに風が強いならドームにすべきだったのではと思うのです。2位は阪神タイガース阪神甲子園球場。みんなの意見はこちら。阪神ファンの人たちの熱気についていけなさそうだから、外球場なので雨が降ったり暑いのが嫌だから、観光がてら行ける場所にないから、野球の聖地に違いなく歴史と伝統に疑う余地はないが、老朽化があちこちに見られ、何より阪神ファンの柄の悪さがあるので、相手チームのファンは足を運びにくいと思うから。高校野球ではテレビでも見る機会は多いけれど、ある意味歴史的な重みはあっても興味を惹かれるところがないので魅力は感じない。小さい頃読売ジャイアンツが好きであったため、阪神タイガースはなんとなくですが嫌いになっていたため、甲子園に関しては阪神ファンの民度が良くないことが大きいです。未だに特攻服を着ているファンが多く、相手チームのファンからするとかなり怖い環境だと思っています。ファンが良くも悪くも熱狂的で、負けた場合の態度が著しく悪いケースがあるため、ゴミを捨てたりわめいたりされると怖いので、何度か訪れたことがありますが、施設の排斥が狭かったイメージです。改修工事後も行きましたが、狭かったような気がします。あと関西人ですが、そもそも阪神ファンが嫌いです。これは勝手な憶測だが、ファンの間での独自の暗黙のルールが多そう。それに反することをしたら許されない雰囲気がある。それを気にして野球を楽しめないのではないかと思ってしまう。ヤジがうるさい。地方に来た時見に行きましたが、関西独特の応援は性に合わないです。実際に過度な応援により選手が潰されているケースもあり、人気商売ではあるもののファンがきつすぎる。甲子園ゴミがたくさん落ちていて汚いイメージが強いです。高校生が行う甲子園は清潔感が溢れているイメージがありますが、阪神戦が絡むとファンの人たちのマナーが悪いイメージが強いため、プロ野球観戦としては行きたくないところです。昔から柄が悪い応援が多いイメージがあります。女性同士で行くには勇気がいるスタジアムです。阪神タイガースの選手をあまり知らないので楽しめません。ヤジが多いイメージがあるので少し怖いです。読売ジャイアンツのファンのため、宿敵の阪神タイガースの本拠地である阪神甲子園球場は阪神タイガースファンが多くて、絡まれたら面倒なので行きたいと思わない。ドームでの野球観戦に慣れてしまったので、屋外の球場は天候や気温によって非常にストレスになりそうで、あまり心惹かれません。また大変失礼ながら、阪神ファンの方の空気があまり好きではないので、夏の高校野球の観戦も含めて何度か行きましたが、とにかく外野が暑い。また何年か前にタイガース戦でビジター側に座る機会があった時、阪神が負けたため警備員に危険なのでしばらく席を立たないでくださいと促され、なかなか帰れなかった思い出があるため、阪神タイガースは好きなチームですが、甲子園球場にはあまりいい印象を持っていません。この国書の中高校球児の全国大会を無茶なコンディションで実施しているのを知ると、日本という国が嫌になります。高校野球でも使われる歴史がある球場で、外観も素敵だなと思いますが、阪神ファンの方のヤジがとにかくすごいイメージがあり、熱くなりすぎる人が多くて怖そうだなと思ってしまいます。どちらかというとおとなしく観戦したい方なので、球場の雰囲気に馴染めないのではないかと思ってしまいます。甲子園は高校野球のイメージが強く、土のグラウンドのためプロ野球のイメージがない。プロ野球は商売でやっているのだから、綺麗な芝のグラウンドにするなどが必要と思い行きたくならない。1位は埼玉西武ライオンズベルーナドーム。みんなの意見はこちら。自宅から最も近いプロ野球球団の本拠地ではあるのですが、夏ものすごく暑いためドームの良さがもっとあるといいなと思っています。
埼玉という中途半端な場所にあるのと、球場周辺に特に見るべきところはなく、野球観戦以外に楽しめる要素がないというのがその理由です。交通の便が本当に悪く、球場飯は美味しいけれど虫がいっぱいいて、夏は暑いし冬は寒いので、対策をしっかりしないと本当に辛い。テレビ中継で見ていて、施設の経年劣化を感じるような、昭和から時が止まっているような雰囲気を感じるから、飲食店や公式ファンショップに期待できなさそうだし、あえて行こうとは思わないです。球場の位置的に中途半端で、全面ドーム球場でもなく、東京まで行った後に戻る感じなら、そのまま東京、横浜の球場の方で観戦したくなる。夏限定ですが、ベルーナドームはドームになっていますが、中途半端に開放している部分があり、ものすごく暑い印象です。山の中で虫がよく出るからという話をよく聞くから、魅力的な選手がどんどん出ていってしまうため、この人が見たいというのも他の球団より少ない。ベルーナドームですかね。なんか立地が悪そうな気がします。私は関西人なので間違っているかもしれませんが、とにかく立地が悪いのではと感じます。埼玉県所沢市にあると聞くと、都心から離れ、電車での乗り換えなども大変そうに感じます。所沢にあるというところで、都心からも離れ、立地が悪そうに思います。関西人なんだからかと思いますが、電車で行くとなると乗り換えも大変そうだと思います。私が住んでいる地域からですと、あまりにも行きにくいこと、そして西部に全く興味がないことが理由の一つでもあります。あまり周りに栄えてる印象も薄いので。ドーム球場ですが、夏は暑く、春先などはとても寒く、気候に大きく変動される球場です。球団自体は好きなのですが、屋根をかぶせただけの球場であまり好きではありません。夏は暑く冬は極寒と聞くので行きたくありません。ドームなのに虫が多かったり雨が入り込んだりで、球団は好きですが球場はどうしても好きになれません。まずスタジアムの立地に魅力を感じない。野球観戦以外に観光地やグルメ食事に関して全く思い浮かばないため、あまり行きたいとは思いませんでした。場所が遠いというイメージと、すり鉢状なために夏は熱気がこもって暑さが厳しいという話を聞いているので、大変かなと思いました。行くのなら開幕当初の時期がいいのかもです。世間でよく言われている通り、ドームなのにエアコンがないことや雨が吹き込むことが残念に感じる。また居住地からの距離が日帰りには遠く、宿泊するには近すぎるところもマイナスポイント。立地が微妙で、ナイター観戦後の帰りの電車が気になってしまう。かつての西武ライオンズ球場に屋根をつけた構造のため、純粋なドーム球場ではなく暑さや寒さの問題があって中途半端に感じる。ベルーナドームの球場は快適さと近代的な設備が備わる一方で、一部のファンは自然光の不足や開放感に欠ける点が魅力がないと思われます。それでも各席からの視界やアクセスの良さは魅力。改善すべき点もあるものの、多様なファンが楽しめる場として引き続き愛されているとは思います。以上のような結果となりました。幅広い年代から意見を集めた分、意外な意見も多く寄せられていたように思います。特に甲子園球場と東京ドームは好きな球場でも上位にランクインしていたので、好き嫌いが分かれる球場と言えそうですね。次回の集計結果に反映しようと思いますので、皆さんのご意見もぜひぜひコメントでお待ちしています。賛否どちらの意見でも大歓迎です。こういうアンケートもしてほしいという希望があれば、ぜひお寄せください。チャンネル登録・高評価よろしくお願いします。それではまたお会いしましょう。